皆さんこんにちは。本日は夢先の妖精路上のぶどうちゃんがお届けします。今回は姫路の気になる開店やオープンなどを3つピックアップしました。それでは一緒に見ていきましょう。大衆酒場3連ガード下食堂がオープン。住所は兵庫県姫路市西駅前町 51-25 3連姫路駅高架下です。道路を挟んで斜め向かいには黒田歯科医院があります。こっちにはバーブルーや麦わら屋があります。開店は7月12日。店舗の壁に7月12日11時より大衆酒場3連ガード下食堂開店と開店の案内が掲示されています。詳細はヒューマンぶどうちゃんが実際に行って楽しんできた記事を概要欄に貼ってるので見てね。ここで最近姫路で食べた美味しかったものを紹介します。ヒューマンぶどうちゃんお願いやポー。はい、ここからは私ヒューマンぶどうちゃんが紹介します。ニューヨークニューヨークピオレ姫路のさくらちゃんと一緒に行ってきました。ピオレ姫路にあるコスコクレープ姫路店のミルクソフトクリームを食べてきました。さくらちゃんはバニラカラースプレーのカップにしていました。美味しそうでごじゃうまそう。私はチョコオレオのカップではなくクリスピーメープルコーンにしました。丸くて可愛い形のソフトクリーム。ソフトクリームって普通もっと滑らかじゃないですか。ここのはあんまし見たことのない見た目で、おもちゃみたいな太巻きソフトが可愛すぎませんか。ハートのチョコも乗っててごじゃばえる。コーンも普通のコーンじゃなくリスピーメープルコーン。めっちゃサクサクでもっちり濃厚ミルクソフトクリームと合いすぎました。ごじゃうまー。コスコクレープ姫路店にニューヨークニューヨークピオレ姫路のさくらちゃんと一緒に行ってきました。ミルクソフトクリームを食べてきました。タピオカやクレープが有名なお店ですが、濃厚でもちもち食感ソフトクリームはごじゃ映えごじゃうまでした。ということで路上のぶどうちゃんにバトンタッチします。路上のぶどうちゃんどうぞ。四季祭に無人の餃子販売所雪松がオープンするみたい。旧ローソン姫路四季祭店跡。住所は兵庫県姫路市四季祭 1-8 旧ローソン姫路四季祭店跡です。斜め向かいには万代商事やパチンコ&スロットエイムがあります。こっちには丸亀製麺四季祭があります。反対側には長生きがあります。こちらです。店舗の入り口ドアに餃子雪松7月31日オープンと開店の案内が掲示されていました。餃子の雪松姫路四季祭店が旧ローソン姫路四季祭店跡に7月31日にオープンするようです。この場所はローソン姫路四季祭店が入っていましたが、移転後は空き店舗になっていました。三幸通り商店街に餃子の雪松姫路若町店が6月12日にオープンしましたが、姫路市内ではここが2店舗目になるようです。広い駐車場があるようなので移動車で行きやすそうです。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。本日は夢先の妖精路上のぶどうちゃんがお届けしました。最後は姫路駅前で語り引きしてる方の尾崎豊さんの名曲でお別れしましょう。だからお前は子猫のような鳴き声で、また次の動画でお会いしましょう。ごじゃネタ。